いつもご視聴ありがとうございます。こうです。本日のこうの岡山情報局は、倉敷美観地区本町通りを歩きます。このエリアは町屋が多く立ち並んでいて、倉敷美観地区の中でも一番江戸時代の面影を多く残すところとなっています。美観地区の動画、細かいところはまた徐々にお店の紹介などを含めた動画を作っていきたいと思います。よろしければチャンネル登録してみてください。はい、この動画特に短い動画になっています。最後までどうぞお楽しみくださいませ。前回の続き、阿智神社観柳寺と回って本町通りに出てきました。左に曲がってずっと本町通りが続いています。歩いていきましょう。ここに築100年以上の古民家を改装したカフェの油林庵があります。ランチなども味わえるカフェは、週末中心に多くのお客さんで行列ができます。もうご存知の方多いかと思いますが、一番人気は可愛い表情が描かれた幸せプリン。1948年創業の常木茶舗があります。こちら左手に見えてますのが、美観地区内で現存最古の町屋とされる国重要文化財の井上家住宅です。お店が開いている時間は、ここから中入って、小原美術館とかアイビースクエア行くにはここ抜け道があったりします。アイビースクエア西門に行くにはここを右に曲がりますが、本日はそのまま本町通りをまっすぐ進んでいきましょう。はい、こちら左手にありますのが、坂本龍馬も訪れた江戸時代後期に民家として建築されたものを、明治時代に旅館にした老舗割烹旅館、吉井旅館です。ここを左に曲がりますと阿智神社に行けます。老舗焼き鳥屋高田屋の前で写真撮るのもいいですよね。
一応美観地区の東の端、まあ、メインの美観地区はここまでなのですが、こちらこの通り左に曲がると倉敷中央病院、右に曲がりますと、倉敷市民会館に行けるのですが、ここの横断歩道を渡って、東町方面に行きます。行くといってももうこのすぐあるのですが、羽島屋の屋号を持つ、明治2年創業の呉服店楠戸家住宅があります。美観地区本町もいいですけど、東町もいいんですよね。まだまだね、いっぱい美観地区お伝えしたいことや、まだね、これお店が開いてない時間帯に行ってますので、お店開いてる時とかね、また編集して少しずつ配信していけたらなと思いますし、また新しいね、情報なども混ぜながら配信できたらなと思います。気になる方や初めての方はチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。